各国の地域、我が国の、まあ、例えば思想哲学があり、科学技術があり、まあ、数量的な実態把握っていうのが大きな視点であり、一方ミクロなところでは、政府自治体のその政策ですとか企業団体の、まあ、取り組みの実態だとか市民個人の、まあ、そのいろんな取り組み、これも同じようにその数量的な視点も必要かと思います。で、それを統合いたしまして、最終的に一番最後赤色で書いてますけど、海洋プラスチックのない海に向けてということでいきますと、これはあの取り組み、本当に究極の目的は絶対無理したらもうダメなんですけど、簡単にいかない話なんですけども、まあ、例えば、回収事業の収支が、均衡していって続けられる状態にするっていうのも一つの中間のゴールだと思いますし、排出、生産と排出が平行状態になることも一つの前進だと思いますし、排出と回収が平行だとか、海プラ自体が、実際に減っていくようになると、それぞれその目標とすべきそのフェーズっていうのがいくつかあるかと思います。で、この、まあ、一つ一つどういうふうにしていったらクリアできるのかっていうのを、まあ、小さな取り組みではあるかもしれませんが、それに向けてというのを意識してやっぱ進めるべきであろうということです。で、ロードマップの考え方をもうちょっと具体的にということでいきますと、まあ、例えばこれ量的な視点で見たときに、世界の消費量があって、まあ、例えば日本以外のアジアの、量が、海洋プラスチックの量があって、日本の、プラスチックの消費量があって、で、日本の消費量があって、で、回収があり、流出があり、っていうことで、こう、まあ、フローがこういう形で流れていくと思うんですね。で、最終的に、流出した中からも回収があって、で、流出する前の回収もあって、処分量、再生量、まあ、再利用量、いろいろ、出てくるかと思います。で、それを、例えば、まあ、単純に言うと、増減で見ていきますと、まあ、ゴミの回収が増えれば、その、流出量も減っていくという、まあ、その単純にはこういう、その構造が出てくるかと思います。で、それをやるために、具体的に、じゃあ、その、例えば、素材別にどうなのかと、用途だとか現状課題解決法、それから回収の方法だとか、ですね、そういう具体的なその技術的な問題っていうのが出てくる。で、さらにそれをやるために、例えば資本とか科学技術、イノベーションですね、それから制度、文化、そういうものを補完していって、それが最終的に、政策だとか行動に、まあ、つながってくるという、まあ、こういうその考え方のフローで、取り組んでいければなと思っております。で、これまでそのワークショップのプログラムとして、一応まあ今年度第7回までということで、考えましたときに、これは別に7回にこだわる必要はありません。何回でもいいんですが、とりあえず1回目から3回までは、勉強会ということで、いろんな基礎的なところをカバーするようなお話を進めてまいりました。で、今日皆様にご覧になっていただけてるか、時間の関係もあったので、わかりませんが、まあ、これまでのそのワークショップのアーカイブですとか、そういうことを動画で、見れる形っていうのは、お配りさせていただいております。で、今回、第4回ロードマップの検討です。まあ、ここでは、まあ、スタートとゴールの距離の定量把握ということなんですが、まあ、今日やりたいことっていうのはこれから説明いたしますけども、とりあえず、今やってる現状をできるだけつなぎ合わせて、現状の今立ち位置がどんな状態にあるのかというのを、それぞれのセクターでいろいろ取り組んでこられる問題を、まずは一遍統合で書き出してみるみたいな作業から始まるんだろうと思っています。で、それをもとに、じゃあそのゴールに向けてどんなことをやってればいいかということを、まあ、とにかくアイデア出しをしてみると。で、これは一回で、結論が出るものではないと思いますので、まずはそういうスタートラインの絵をおぼろげながらでも描いていくというのが今日の目標になります。で、エースで申し訳ないんですが、どんな話をしたかというのをちょっともう一遍おさらいをさせていただきますと、現状と課題、それからプラスチックリサイクルの技術の課題、海洋プラスチックの回収の技術の課題ということで、それぞれ有識者の方にご講演をいただいております。
で、1番目の課題といたしましては、世界と我が国のいろんなその動向ですね、量的な問題も含めて、全体像をお話しいただきました。で、2番目は、プラスチックの、化学の、まあ、視点から見たときの素材別のそのリサイクルの今の現状ですとか、そういうものについてのお話をいただきました。で、3番目の課題といたしましては、特に対馬暖流域を中心として、今のその海洋プラスチックの実態と、それをまあ回収するために、実際に取り組んでいるときに労力が非常にかかったりとか、まあ、そういう現状ですね、そういうことについてのお話をいただいております。そう忘れておりまして、ちょっと最初から駆け足でいきますと、課題意識として、グローバルの取り組みと、マクロな動きとローカルミクロな動きを実際につないで、宗像としてやるできる続くということで、まあ音声はちょっとつながっておりますので、まあ、こういう形でやっております。ロードマップの考え方として、具体的にその大きな動きとしてのまあ国会会議ですとかそういうものだと。その会議ですね、それは重要的な実態でミクロの部分もつなげてということで、それから先ほど量的なところについての説明です。すいません、申し訳ありません。最終的に、政策行動に結びつけるということで、で、ロードマップの方がの。まあ、1回目から7回目までということで、フローで、やってます。今回4回目ですね、まあ、実際についての、アウトラインでいいので、まとめをして、今後の目標というのはどんなことできるかということを描き出してみるところまで、今回進めたいというふうに思っております。で、すいません、先ほどお話ありました1回目の4月の24日で、3課題ということで、お三方にご講演いただいております。すいません。で、続きます。で、6月の5日にですね、海洋プラスチックのゴミのその現状と回収ということで、今のまあ試験研究を中心に、ご講演をいただきました。それから、今度はプラスチックリサイクルのですね、廃棄物っていう視点での、まあ、流出する前にどんな取り組みができているかというような、点でのその整理をいただいております。それから、最後に宗像市さんの方から、宗像市の今のプラスチックリサイクルの現状について、ご報告をいただきました。で、第3回目の7月の分についてはですね、海洋保全政策、この海洋プラスチックの問題っていうのが海洋保全政策の全般にも関わって関連がありますので、まあ、そういう全体のその政策についてということでご講演をいただいています。それと、新しくできましたプラスチック資源循環促進法という法律についての概要を、お話をいただいています。それと海洋プラスチックの回収と現状の課題ということで、実際に回収事業をやろうとしたときにどんな課題があるかということで、まあ、これ私の方から発表させていただきました。で、ざっと流してますが、それでものすごくテキストベースで、一応その1回から3回のワーキング、ワークショップの中のまとめをちょっと整理をさせていただきます。まず、国内外の海洋プラスチック問題に関わる動向としては、ポイントとしては、2019年に国連環境総会で、海洋プラスチックよりマイクロプラスチックに関する決議っていうことがあってます。それと、2019年の9月の G20 の大阪サミットで、G20 ブルーオーシャンビジョンということで、海洋プラスチックごみの対策実施の枠組みをまあ共有しましょうと。でこれで、国際的な枠組みの中でもちゃんとやりましょうねっていう共有合意事項が共通認識ができたという、そういうのは非常に重要な部分だと思います。でこれに合わせて国内としても、海洋プラスチックごみのそのアクションプランを立てて、海岸漂着物の対策推進の基本方針というのも整備して、でこれで法律改正なんかもあっております。それとプラスチック資源の循環戦略ということが策定されて、
これでまた新しいその、法律もできてということで、実際のこの、G20 のブルーオーシャンビジョンを実現するための枠組みというのを国内でも整備されてきているという、これ、まあ、非常にアバウトですけども、そういう整理です。それから、じゃあ、プラスチックの生産、廃棄、回収、流出の実態ということで、これ、数量的なところだけをピックアップしてお話しますが、世界のプラ生産量、廃棄量ということで、1950年以降、累計で83億トン出てると。で、廃棄で63億トンで、埋め立て流出で 79%、リサイクル 9% という、まあ、非常に大きな話ですけど、そういう数量感覚ですね。それから2014年の生産が 3.1 億トンに対して、海洋プラの現存量が 1.5 億トン。毎年で、ここに。あ、私だ。特に、中国、東南アジアからの流出量が、まあ、多いというような、そういう報告があっております。で、我が国のプラの生産だとか廃棄量についてですが、2019年で生産が、1050万トンに対して、まあ、廃棄が850トン。で、リサイクルの方法ということで、一応3つあります。マテリアルリサイクルというのは、まあ、その、プラスチックの製品をそのプラスチックとしてまた再利用すると。ケミカルっていうのはもう本当に分子の段階まで細かくして利用するということで、まあ、一番その、利用の幅としては広い、高度な形になります。で、それがそれぞれ 22% と 3% ということで、全体のまあ4分の1ぐらいということですね。で、あと日本の場合はサーマルリサイクル、これリサイクルという言葉使わずにリカバリーという言い方もしたりするんですが、燃やして、熱に変えるということで再利用しましょうと。で、これが6割ぐらいあって、日本はこの割合が高いんですが、これについては世界的にはリサイクルと言わないよというような言い方もされているというのが現状があります。で、単純焼却が 8% の、まあ、埋め立て 6% ということで、で、国内の海プラのその流出量というのは、実は推定する、明確ななんかその基準だとか、そういういろんなのはないんですが、いろんな研究の中では、例えば2万トンから6万トンぐらいなんじゃないかと、もうちょっと多い数字もあります。それから、海岸漂着ごみっていうのが、まあ、23万トンから59万トンぐらいというような推定のその知見というのもあると。で、特に対馬海峡近辺というのは、海洋プラスチックがまあ多い海域であるということですね。で、最後に宗像市の、現状としては、あ、すみません。ゴミの排出量が、まあ、ゴミとしかちょっと出てないんですけども、2000トンですかね。で、そのうち大体プラゴミが、20% ぐらいですね。ほんで、2020年のプラ回収として約300トンぐらいっていうところが、まあ、今のその数字的なところです。で、それぞれ各セクターの取り組みということで、まあ、国、地方自治体、企業、産業界、個人、市民ということで、まあ、これはちょっと具体的なところはもう書き出してませんけれども、まあ、国の言うては、例えば法整備ですか、予算措置、地方自治体は分別収集、関連法に基づく対策として分別収集ですとか、海岸清掃等の予算を立てをするというような形、それから企業、産業界としては、CSR、SDGs のその取り組みで環境に配慮した経営事業の推進ですとか、プラ使用量の削減とか、リサイクルプラの利用だとか、まあ、それぞれ企業としての回収活動をやったりとかっていうのもあります。それから個人市民としては清掃活動、啓発活動、まあ、個人レベルでの 3R の推進ですね。まあ、そういうことでやってますが、総じて、技術ですとか費用とか労力とかそういうところでそれぞれ課題を抱えているというのが現状かなと思います。まあ、非常に駆け足であんまり大した話ではないんですが、大した整理ができないんですが、まあ、一応そういう、1回から3回までのその整理をさせていただいております。それで、本題に入りますけれども、本日の分科会の進め方ですけれども、イントロダクションで、今、説明をしまして、まあ、10時からということで、これ終わり次第ということですけれども、下の表ですね。
こちらの方を準備をさせていただいております。で、それぞれ今、現場の会場の方が、リアル会場の方3テーブルに分かれていただいておりまして、それぞれの4人から5人のグループの中で、この表でですね、左側がセクターとで国、自治体、企業、市民、教育機関、学生、生徒、漁協、漁業者、漁協ということで、それぞれのその立場というか、そういう、こう、所属を入れております。で、真ん中に段階として、製造、使用、流出前回収処理、流出後回収処理という4つの、まあ、フェーズ段階というのを書きまして、今、それぞれの、今、テーブルについていらっしゃる、ご自身の立ち位置で取り組んでいるという範囲で構いません。で、それで、私はこういうことを今取り組んでできている。で、今後、こういうところまで持っていけたらどうかっていうアイデアだとか、いろんなものがあるっていうのが、現状と目標っていうところに、まあ、書き出していただきたい。で、その時に、目標を達成するためには、今それができてない事情というのがあると思いますので、課題のところに、それぞれ、まあ、書き出していただく。で当然、その、これ全部が、例えば国が製造から全部の4フェーズでできるとか、自治体ができるとか、そういうことではないので、ご自身の取り組みの中の一部になると思います。で、それで結構です。自分のところだけっていうところで、今までは自分の枠組みの中だけでしかできてなかったことっていうのを、今回そういう形で、まず4テーブルでできるだけ、モザイク状になると思いますけども、書き出していただくと。で、その4テーブルでそれぞれ3テーブルで書き出していただいた分を、休憩時間を使いまして、これファイルを統合して、1枚のシートに全部書き出すっていう作業をやりたいと思います。で、合わせて、ウェブ参加いただいている方は、私とウェブ参加の皆さんでということで、その、45分のグループ討議の間に、同じように一つのその、グループ討議のグループという位置づけにさせていただいて、いろいろこの、それぞれのところで取り組めてることを、いろんなところをアイデア出しですか、意見を出していただくということで、いっぱい、書き出していただくと。で、イメージとしては、グループ討議っていうのは、リアル会場でやるときによくあるのが、付箋紙に、いろいろ書き出して、どんどん貼ってって、類型化するみたいなことを作業的に行いますが、まあ、それがこのエクセルのシートのそれぞれのセル1個、付箋紙というようなイメージで次々書き出していただいて、必要に応じて行列増やしていただいて構いません。たくさん書き出してください。で、それを、ファイルで保存しまして休憩時間に集約いたします。で、それを今度画面共有しながら、各セクターからの報告発表もいただいて、各テーブルからですね、発表もいただいた上で総合討論で、どうやって、それをつなぎ合わせていったらもっと大きな動きにできるだろうかと、そういう視点でまとめてみたいと思います。どこまでまとめられるかは分かりませんし、またこの方法がうまく機能するかどうかも行き渡りばったり大変申し訳ないんですが、そういうことで、どこまでやるか分かりませんが、まあ、とにかく実験的な意味を含めてやってみたいと思います。で、最終的にはとにかく今それぞれのセクターで抱えている悩み、それぞれのセクターで限界がある話っていうのを現状を把握してつなげていったらどのぐらいできるのか、そのために何をやったらいいのかっていうのがおぼろ投げながら今後検討につながるようなものっていうのをスタート段階のものを今日作り出すっていうところが最終目標だと思っております。で、キーワードとしては連携、それとできるだけ数量に落とし込めるところは数量に落とし込んでいくということで、ご議論いただければというふうに思います。以上で趣旨説明と今日の進め方の方をですが、何か質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。いいですか。はい、では早速ですが、それでは各、グループの方で、進めたいと思います。で、ウェブ参加の方にはですね、それぞれ、私がその窓口になりまして、書き出し作業も、同時にやりながらということで、一つのグループとしてさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。テーブルに、それで一応、
例えば今日ご参加いただいた市民団体の方、学生さん、それから、企業さんっていうような形っていうで、環境省の方と、あと、宗像市の方も入っていただいてるんですかね。なので、ちょっとこう、まあ、いろんな所属が平均になるようにということで、よろしいですか？大体、偏ってない感じですかね。偏ってそうだ、大丈夫ですか？はい。偏ってそうだった席替えもかと。じゃあ、ちょうどいい感じになってますね。はい。そしたら、今の形で、本当、どれだけできるかわかりませんけど、無茶ぶりになるかもしれませんが、ちょっといろいろ悩み事を皆さんお互い話していただく形で、はい。よろしくお願いします。どこまでできるかわかりませんが、皆様で、それぞれご参加いただいている方でちょっと自己紹介と合わせて、それぞれのセクターでどういう取り組みができているかっていうところを一通り、お話をいただければと思います。どうしましょうかね。これでいいのかな。はい。そしたら、どうしましょうか。どなたか、どなたからからいきましょうか、ね。会場、九州大学の方、世界遺産か、岡山先生。はい、じゃあ、斉藤さんからすいません。お願いいたします。すみません。はい。ありがとうございます。本日、ありがとうございます。お呼びいただきまして、私、環境省の、斉藤と申します。で、はい、プラスチックの部署というわけではないんですけれども、廃棄物関係のですね、海外展開関係をやっている部署で働いております。2年目の職員になっています。そうですね、自己紹介はこのくらいで、このまま続けて、各セクターっていうふうなところをお話しした方がいいですか。それとも一旦自己紹介だけで、とりあえず一通り自己紹介からいきましょう。わかりました、はい。すみません。本日よろしくお願いいたします。はい、ただすいません。その後これは私は先ほどやりました宗像漁協組合長の桑村です。よろしくお願いします。でこれが隣は鉄郎さんってどなたですかね。この中から、はいはい、はい、していただいたら。はい、そうですね、所属と。はい。そしたら、どなたかな。お名前が、ウェブにお名前で、鉄郎さんって名前が出てる方、どなたですか。わかりません。所属と名前に変えてもらいましょうか。ああ、わかりません。じゃあちょっと後でまた。じゃあ福岡県の環境政策課の方お願いします。福岡県の環境政策課に勤務しております柏田と申します。環境部の所属に関しては2年目ということになっております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、はい、では九州大学の石橋さんお願いします。九州大学の石橋さん、ミュートを解除してください。これ入んないかな。聞くだけかな。はい、ちょっとつながらないのでちょっと後でお願いします。宗像市の世界遺産課の方すいません。これもあお願いします。すいません。宗像市の世界遺産課です。聞こえてますでしょうか。入ってますか。世界遺産課です。聞こえますか。あ、
はいはい、はい、聞こえます。はい。中世界参加の坊島と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、東海先生、すいません、お願いします。聞いてる、あ、どうですか。あ、はい、東京海洋大学の東海です。はい、2回目だったかな、講演をさせていただいたということです。とりあえずは簡単に。はい、ありがとうございます。はい、九州大学中山先生、お願いします。あ、おはようございます。九州大学の中山です。廃棄物処理の専門で、今、桑村さんとも、ご協力いただきまして、漁業とか農業とか産業セクターのプラスチックの、フローの調査をさせていただいてます。それとあと、今日来ていただいている環境省の斉藤くん、お久しぶりです。斉藤くんの、お久しぶりです。所属研究室の教員でした。はい、お世話になります。そんなところで会うとは思いませんでした。お願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしたら、宗像保健環境福祉、保健福祉環境事務所の、いくらさんっていうでしょうか。よろしいでしょうか。はい。映ってますでしょうか。映ってますでしょうか。聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。音は入ってます。あ、すいません。画像がちょっとうまくいかないんですけど、宗像音楽保健福祉環境事務所のいくらと申します。3R とかを、担当している、課で地域環境課というところに今所属しております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、矢野さんリモート。あ、矢野さんはリアル会場の方に入っていただいてますので、そしたら通話させていただきまして、あとは、あれですかね、哲郎さんってなってるのは、聞くだけかな、聞くだけですね、耳マークが出てますので、ということですね、傍聴だけですね。はい、そしたらですね、すいません、ちょっとまあ、皆さんのその、取り組みっていうところでいきますと、とりあえず宗像市さんのその、世界遺産課の方で、ゴミの回収とかいろんな取り組みっていうのを進められてると思うんですが、そのあたりの現状と、まあ、今これからその展開したい方向ですとか、なんかそのあたりちょっとお話しいただけたらと思うんですが。じゃあ宗像市です。世界遺産課の方で保存と活用というところで取り組むんですが、その中で保存の方でですね、回収ということに取り組んでいます。というのが、私たちの世界遺産というのが非常にその海と密接な関係を持っているというところはもちろんなんですけれども、でそれでまあその美しい景観を壊すというのはもちろんながら、そのゴミと波が一緒になることによって、実際、構成資産を傷つけている現状もあるわけですね。それと世界遺産をずっと今まで守ってこられた漁師さんたちの生業に悪影響を与えるということもありますので、まあ、世界遺産をこれから未来につないでいくためには、そういったものを守っていく必要がある。そのためにはみんなで海をきれいにしましょうというところから取り組んでいきたいというふうに思っています。そしてまた非常にありがたいことに、その世界遺産のために何かをしたいと声を上げてくださる方たくさんいらっしゃいまして、でその方々 の、まあ、受け皿といったらちょっと大げさな上から目線でなってしまうんですが、そういった方たちが世界遺産のために活躍できる場というところで海岸清掃から始めていこうというところで今人の輪を広げていこう。市長の言葉を借りると共感人口の拡充というふうに言いますけれども、そういったところで進めていこうというふうに考えています。で具体的には年何回かイベントのような形で、海岸清掃をやったりだとか、あとはそういったボランティアで取り組んでおられる方々の活動を、県と福津市と我々と宗像大社さんで保存活用協議会というのを作ってるんですが、その中で守り伝える活動というものをやってまして、そういったボランティア活動をやったその活動を取りまとめていこうというプラットフォームを今作っているところです。で具体的にこれから進めようと思っているのが11月13日、実はこれ我々が言い張ってるんですが、いい遺産の日と言いましてですね、その日に毎年大島にあります沖爪養蚕所の下の海岸清掃を宗像市市民の会が中心になってやってるんですけれども、これをちょっと限界なら一体に拡大できないかということで、
今それぞれ九州大学の生の先生が中心になっているネットワークとかがありますので、そちらの方々に声をかけて、11月13日、今年の11月13日には玄海灘沿岸で清掃活動やれないかというところで企画を進めているところです。何か機会があったらまた改めて、今日例えば今日のご参加の方々にだとか、チラシとかもお配りをしたいと思いますので、情報発信をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それから、はい、長くなって恐縮ですが、来年が世界遺産の登録の5周年になりますので、国についても、世界遺産の環境、海を守ろうということをメインにしながら、さまざまな事業に取り組んでいこうかというふうに考えております。ちょっと簡単で早口で申し訳ないですが、以上のところです。はい、ありがとうございます。年間だいたい今何回ぐらいできてるんですか、その清掃活動っていうのが。もうちょっとその清掃活動の 肉付けというか、例えば主催イベントとしてやってたり、地域の行事をその看板を掲げてやるみたいな、いろんな形もあるかと思いますけど、主催事業としてやってるのが年2回ですね。はい、年2回、はい、ボランティアの方々がもう本当に3355やっていただいてますので、それのちょっと情報収集を今進めてるところです。はい、それと我々 の業務として沖ノ島に定期的にモニタリングに行っておりますので、その時には沖ノ島に漂着したゴミも回収してきているというところで、この間でしたけれども、漁網がですね、大量の漁網が流れ着いていて、それが400キロぐらいあったんですけれども、それを解消するというふうなことも取り組んでいるところです。以上です。はい。沖ノ島のその上陸とかそのあたりは、なんか船のその手配とかっていうのも、それは どんな感じでできてますか。沖ノ島については宗像大社さんに特別に許可をいただきまして、年に何回かモニタリングといって周辺環境の調査に行ってるんですよ。それは船をチャーターをして、行っているというところ状況です。それもチャーターですから有料ですよね、結局は、という形になってますよね。そうです、有料ですね。はいはい、わかりました。はい、ありがとうございます。そしたら、現場的な活動でということでいきますと、福岡県 の出先と本庁の方でということで、お二方入っていただいてますけど、県ですので、宗像県内にこだわらずということなんですが、例えば、福岡県の環境政策課さんの方で、全体の取り組みとして、その県 全体というところでどんな取り組みが、なんか具体的なところできてますか。県全体ということで申しますと、はい、環境部の循環型社会推進課、そういうところでですね、昨年度、7月に福岡プラスチック資源循環ネットワークという業界団体と消費者団体と学識経験者と行政等で構成する会議をネットワークを設置しました。それからですね、はい、そのネットワークにおいて、福岡プラスチック資源循環検証ということで、策定しましてですね、こちらでそのバウンエープラスチックの使用削減とか、あとは効果的効率的で持続可能なリサイクルの推進、それとバイオプラスチック等の、はい、代替品の適切な利用促進というのをに取り組んでいこうという形で謳っております。それからですね、今10月、プラスチックごみ削減キャンペーンということでやらせていただいているんですけれども、全体としてまず福岡プラごみ削減協力店ということで、プラスチックごみの削減に取り組む事業所をですね、登録させていただきまして、その取り組み状況とかを広く紹介して、やっております。はい、で今回10月に強化月間ですので、このキャンペーンの後ですね、11月に皆様の取り組み状況を報告していただいて、その結果を例えばレジ袋削減換算で、何万枚だとかいう形でちょっと報告というか発表するという形にしております。それから同じかですけれども、使用済みプラスチックのリサイクル施設整備に関して、助成制度をちょっと設けております。それと、あと、福岡県にリサイクル総合推進センターとか、
はい、あ、研究所か。で、そういうなんかちょっと外郭の研究所がありまして、まあ、そちらの方で取り組んだ形として、自動車内装材ですね、結構プラスチック使われておりますので、はい、あれの最新化スキームの構築ということを、に取り組んでます。はい、それから、まあ、全体ということですので、まあ、回収の方といきますと、廃棄物対策課という課がございまして、そちらの方で海岸漂着物のですね、対策地域計画を作っておりまして、またその啓発、ポスターとかパンフレットですね、それから直近では動画、土原化使用海ごみ問題という動画も作っておりまして、まあ、こういったところで啓発活動を行っております。合わせまして県土整備部、まあ、タブになりますけれども、海岸で行くと今年4月にですね、海岸愛護団体の登録制度を一応 クリーンビーチ推進事業という形で登録制度を設けまして、まあ、そういった海岸の生存活動を行っていただく方に保険の加入とか、報奨金とか重要品の支給といったそういう支援を行っております。で、まあ、昨日知事も話しましたけども、まあ、プラスチック海岸だけじゃなくてまあ、陸域からという話もございますので、河川の清掃というところでいきますとクリーンリバー推進対策事業と、まあ、同じように河川愛護団体を登録して、それから保険加入とかいう支援を行うと、それからまあ、企業の方々も一緒に河川愛護活動に参画していただこうということで、そういう登録制度を設けております。まあ、大体全般的にいきますと、まあ、こんな感じで、県としては取り組んでいるところです。はい、ありがとうございます。すいません。ちょっとか、廃棄物対策の海岸漂着物の、取り組み、ちょっとすいません。その名称をちょっともう一遍お願いできますか。計画ということでよろしいですか。はいはい。すいません。漂着物の、実施計画。海岸漂着物対策。対策。地域計画です。あ、地域計画ですね。はい。はい、こちらの方で、まあ、重点的に回収処理に取り組むんだよという海岸をこう指定してきましてですね、それでまあ国の方の事業のまあ補助金の対象としていくという形になっているようです。ちょっと私も所管下でないもので詳しくはちょっと分かんないんですけど、例えばその県の予算、その予算的なところでいくと、まあ、そういう枠組みとその呼びかけして体制を作るみたいなことの、その事務的なところと直轄的に例えばその、実際にその回収活動に対してお金こう補助を出すみたいなところでいったら、やっぱり今のところはそのその事務的なその枠組みのところみたいな感じのところを中心になってるっていう、そんな感じでしょうか。環境でいきますと、やっぱりその事務的なところ、回収に関してはですね、事務的なところなんですが、海岸は実際、県で管理しているところもございますので、例えばその県の海岸を管理している県土整備事務所ですね、こちらの方では、海岸のその維持管理というところで、回収事業をやっております。それは多分漁協さんとかそういったところに委託して行っているところだと思います。はい、それから、県で行きますと漁港関係もちょっとありますので、はい、そういったところについては、県管理の分についてやっぱり、はい、委託してと。はい、わかりました。ありがとうございます。そしたら、どうしようかな、中山先生、すいません、今、その進めていらっしゃるその研究っていうか、課題っていうか、まあ、ちょっと今、漁協にも調査に入っていただいて、ちょっとその辺のところ、どんな取り組みかっていうのを。どこから話をしようかな。今取り組んでいることなんですけども、環境省の環境研究総合推進費という、まあですね、助成金をいただきまして、国立環境研究所が研究代表者なんですが、まあ、九州大学もそのプロジェクトの一環に入ってまして、でその、まあ、すごくプラスチック全体のですね、例えば大阪プロジェクションビジョンとかですね、大きな話でいくと、プラスチックの資源循環戦略で目標としている日本が目指すべき、なんていうんですかね、プラスチック その、フローのあり方とか、プラスチックリサイクルのあり方っていう大きな目標に対して、すごく細かい
政策をどういうふうに打っていくかっていうですね、具体的な、手段を検討するための細かいデータを揃えていこうという研究をやってまして、で私はその中で産業分野のプラスチック の調査をしてます。で、桑村さんにも非常にお世話になってまして、つい2日前ですかね、3日前ですか、漁船にですね、今日来てます石橋君も一緒に乗せていただいて、漁の様子を見学していただいて、まあ、どういう形でですね、プラスチック製品が使われているかっていうことや、まあ、船長さんとか乗組員さんにですね、まあ、その流出、プラスチック製品がどういう形で流出する可能性があるか、まあ、そういったところも、実際にヒアリングさせていただいたり、しながら進めています。で、この調査を通じてですね、まあ、いろんなことも分かってきてるんですけど、問題点としてどういうことがあるかっていうのは、一つは、その廃棄物の、その定義ですね、今、廃棄物って法律で一般廃棄物と、まあ、産業廃棄物に、分かれてます。で、一般廃棄物は自治体が処理する、まあ、生活廃棄物ですよね。それから産業廃棄物は、まあ、事業活動で発生したものですので、その事業を行ったものが処理する責任を持つ、まあ、お金払って自分で処理しないといけないというところがあるんですが、やっぱりそこがですね、統計上ですね、こうなかなかこう区分できてなくて、どの辺までがその一般廃棄物で、どの辺までがその産業廃棄物、まあ、漁業なんかもそうなんですが、なのかっていうところがうまくこう把握できないということと、特にその海岸漂着になってくると、それがその一般廃棄物なのか、産業廃棄物なのか、まあ、それはそこの地域の漁師さんが、まあ、たまたま出されたものなのか、それとも他地域から流れ着いたものなのか、まあ、もしくはその国外から流れ着いたものなのか、それが責任の所在がはっきりしないので、誰がお金払うのっていうところもです、今はその多くはその国の助成金でやってると思うんですが、ゆくゆくその独立して、自分たちの中で。まあ、処理していくようになった場合、どこが処理するのか、その辺の区分がよくわからないので、その我々の調査の中でも非常にですね、その辺の、そのゴミの定義とか、そのゴミを排出したものがよくわからない状況っていうのは非常に困っているところです。はい。はい、ありがとうございます。今のそのお話からちょっと飛ばせていただくと、環境省の斉藤さん、はい、その辺のこう法的なそのなんですかね、その定義っていうか。ありがとうございます。今、中山先生からお話しいただいた。現状みたいな。はい。ところで言うとですね、そうですね、国として今その、海外漂着物に対する助成金というものを出させていただいているんですけど、事業で持っているんですけど、まあ、基本的にその結構その地域のことを都道府県さん、地方自治体の方の、処理責任のところでやっていただいて いる中で、それをじゃあ国としてどうやって後押しできるかっていうふうなところが、その助成金に関わってきているというふうなところであります。なので、そうですね、もともとその海岸漂着物に対する、考え方がここ何年かでポポポッと出てきた中なので、なかなかその地域の取り組みとの差っていうのもあるというふうにも、桑村さんにもおっしゃっていただいてますし、そこら辺のギャップっていうのは、やはりまだあるし、解決していかないといけないところなのかなというふうに思っております。で、ちょっと続けてなんですけど、法制度っていうと、やはりその、なんだろうな、最近、国会の方でも、決まりました、プラスチック新法の方ですね、こちらの方が今、国の方では目下作業しているものでございまして、なんだろう、プラスチックが、これまでそのプラスチック処理できたのって、容器包装だけだったんですけれども、容器包装だけではなくて、製品プラスチックについても、ライフサイクル全体で考えていこうというふうな促進法になっております。従いまして、その製造段階からですね、循環型社会形成推進基本法の方でも、その製品設計に関して、
リサイクルしやすいようにしてくださいとか、そういうふうな、そういうことが求められますよっていうふうなことは概念的に書いてあったんですけれども、それがついにプラスチックの方にも、降りてきたというふうなところで、法律を定めたところでありますし、まあ、あとはそのバイオプラスチックの活用であったりとか、あと使用の段階ですね、プラスチックをこう実際に使う際に、じゃあそれって本当に必要なのかどうかっていうのも考える必要があるので、そういったところも事業者側の目線で、判断したりとか、あとそれをこうどういうふうにじゃあ判断していくべきかっていうのを指針をこれから定めていきますとかですね、そういった使用のところ、使うところに関しても、定めているというふうなところ、あとは回収ですね、回収のところに関しても、今までその容器包装しか集めてなかったけれども、自治体の回収ルートに製品プラスチックも載せられるようにしますというふうなところ、していきましょうというふうなところとですね、あと事業者の方も廃棄物処理法の許認可がないと、今までそのプラスチック輸送したりとか再商品化するっていうのができなかったんですけれども、それをもう、計画書を出して、環境大臣ですね、の方からの、まあ、認可が下りれば、それをできるようにするというふうなところで、まさにライフサイクル全体で、プラスチックの、循環を進めていこうっていうふうなところで、まあ、今まず法律をバッと、出したところです。今まさに目下ですね、自治体の方はじめ、企業の方とかと調整して政省令をこう作るにことに向けて、調整をしているというふうなところです。で、まあ、なかなかこの課題は何かって言われると、はい、まさにそういう細かいところとか地域に、根ざしたとか地域に実際にこう使えるように、していかないといけないので、そういったところを細かいところをこう定めていくっていうふうなところが今結構難しいなというふうなことを、聞いております。はい、という形ですね。あとその、今法律の話したんですけれども、法律以外でも、補助金、カイプラ補助金もそうですけれども、もっとその上流側の補助金で言えば、あとバイオプラスチックとかの、導入にかかる、技術実証ですね、その実際にこのどうやったらじゃあバイオプラスチックとかをこう使用段階までこう持っていけるかっていうのの技術の実証を後押ししますよっていう事業であったりだとか、あとはその実際にこうもうある技術を、じゃあどのようにすれば広くしていけるかっていう点で、事業者さんがそういう設備を入れたいですよってところに、補助金を出すっていうふうな、そうですね、助成することと、あと今法律っていうふうなところで、後押しをさせていただいているというふうなところでございます。すみません、今環境省側でプラといえばというふうな話ですと、こういったところかなというふうになっております。はい、ありがとうございます。それでちょっと今日本当は漁業関係がもうちょっと何人か予定だったんですけど、ちょっといろいろ漁の都合とかで、まあ、実際漁業関係私だけになってしまったので、まあ、ちょっとここで漁業関係のところに続けさせてもらいますと、漁協の取り組みとしてっていうことでいくと、例えば個別のその先ほどその福岡県の方からもお話ありましたように、漁港の管理とか海岸の管理とか、そういうそのそれぞれの管轄のセクションに応じて、委託事業を受けるような形で、その定期的なその海岸清掃だとか、そういうことっていうのは、取り組みとして行えてます。で、それと合わせて環境省さんの事業を受けて、例えば漁師が、海で、漁をした時にかかってくるゴミの処理費だけの補助をいただくんだとか、それから、海底ゴミの調査の、全国何か所かのところのその部分ということで、そのゴミの調査のその授業を受けたりとかっていうことで、いろんな取り組みをしてるんですよね。それと、あといろいろなところでいくと、もっと沖合の方のですね、日韓日中のその漁業協定の発行とかに関連して、その沖合の EEZ の韓国製と思われる、陶器漁具の回収の事業とかを、まあ、受けたりとかっていうような、そういうのが、
実態としてはあります。で、それともう一つは一方として、任意のその漁業者がのグループが、まあ、民間のその町の方と共同して、ボランティアとしてのその活動をやるっていうことで、漁業者としてもそういうところに参画していくっていう、まあ、そういう流れとかがあるんですが、課題としていけば、やっぱりその取り組み自体が、大きく統合されて一本化されてないっていうのがあるので、まあ、例えば予算があればやる、それからエリアも漁港の区域に限定されるとか、その都度まあ予算に絡んでやるっていうことがあると、そういう形でこう断片的な取り組みにどうしてもならざるを得ない。で、回収したものは、全部まあ一般廃棄物みたいな形で、通常のその処理ルートに乗せてっていうことで、やるのがほとんどだということですね。で、もちろんその処理費なんかもその委託の費用の中に載ってますので、漁協としては労力を出すだけで、あんまりその費用負担という問題はないんですけども、まあ、ゴミの回収を断片的にやりながら一般のその焼却する方向のゴミになっているというところなので、リサイクルというところにはどうもつながってないという現状が今ありますね。平均、東海先生、例えばいろいろその海ごみの調査とかをして回っていく中で、全国的なそういう漁業関係のそのごみの回収とか、その辺のところについての感触みたいになって、何かその情報をお持ちですか？はい、スペシフィックというか、そこに絞ってのお話ということであればですね、まあ、今環境省の方でアンケート等を取られてですね、今環境省が、先ほど話がありましたように、実は漁業者が廃棄物じゃないですね、漁業系の廃棄物とちょっと回収したものっていうのは分けないといけないんですけど、漁業者が回収してきたものを、どう処理するかについてですね、その取り組みにはもちろん、地方公共団体、県と市が一緒に参加しないといけないわけですけども、そういった取り組みについて、37の地域について今、まあ、実際に活動がなされて、そのアンケートが行われているということです。まあ、その中でいろいろな問題っていうのが今整理されてきているところだと考えています。で、ちょっと私も、言い方をちょっと間違えたというか、混乱しそうになったところっていうのはですね、先ほど来話が出てるように、漁業系の廃棄物、いわゆる漁業者が産業活動の中で出てきた廃棄物の問題というのと、それから流れ着いてきているものを、漁業者が回収してきたもので、これ実はですね、まあ、同じように環境省のお金で処理をできるところ、あるいは産業、廃棄物であれば自分たちがやらないといけないわけですけども、結局集めてくると同じような漁港のところに同じように置いてしまう。で、本来は分けて、しかも それぞれ補助金なりが使い方が違うというような、非常に複雑な処理があるためにですね、なかなか、漁業者、それから、それを実際に現場で、事務的に扱っていく漁協の組織、そういったところがですね、大変いろいろご苦労されているというのがおそらく実態ではないかなと。いうふうに思ったりしております。で、まあ、東京海洋大学の取り組みはまた後ほどお話しさせていただくとして、そのうちの一つとして、もともと私は漁業の研究者です。で、漁業現場に、おりましたので、やはり漁業が回収する、もしくは漁業から出る、廃棄物、こういったものについてですね、どういうふうに取り組んでいくかということが、実際にはまだ、多くの漁業者、それから自治体ですね、届いてない、本当にそういうことができるのかっていうことがですね、あまりよく分かっていないというところがありますので、そういったところをちゃんとつないでいって、より多くの参加者が、参加できるようなものにしていかないといけない。それからもう一つは、やはり、これは漁業系廃棄物、漁業系のプラスチック廃棄物のことに言うとですね、やっぱり漁具のメーカー、専門メーカーにも参画をきっちりとしていってもらって、まあ、まだ製造物責任というところまでは、漁具についてはそこまで及んでいませんけども、まあ、それに近いような考え方をしっかり持っていってもらう必要があるだろう。
それから、特に漁業系の、まあ、いわゆる漁業のプラスチックということになりますとですね、まだまだ実は、これの廃棄物としての処理の方法がない。先ほどもちょっと話がありましたけども、結局はですね、燃やすか埋め立てるしかないというようなものが多いと。非常にまだリサイクルに持っていけるような素材、もしくは、回収のシステムですね、日本沿岸各地に漁業者はいるわけですけども、実際に処理できるところは本当に日本の数箇所しかないというような現状の中で、ではその廃棄物をどうやって動かす、流通するんだっていうことなども、まだまだ大きな課題がいっぱいあるというふうに思ってます。ちょっととりあえず今の漁業のことについて、ちょっと得意的にお話しするとそういう感じです。はい、ありがとうございます。はい、そこで例えばあれですよね、なんていうか、現場的な課題 と合わせて考えますと、漁業者が回収してきたゴミのもう結構その中の割合のかなりの部分が漁業系廃棄物で、つまり回収してその本人が出したんじゃないけども誰かが出した漁業系廃棄物であったりして、ちょっとややこしいというか、被害者なのか加害者なのかわからないみたいな構造ができてて、やりにくいところがあるんですけど、現実そういう問題がありますよね。はい、おっしゃる通りで、この漁業系廃棄物も含めて、まあ、海外漂着ごみがスタートラインと思っていただいてもいいんですけども、従前から環境省の方では海外漂着ごみの処理をずっとやってきたというようなところがありますけども、実はその海外漂着ごみの中のかなりのパーセンテージが漁業から出てる漁具のものであると。ただちょっと重量ベースでやられると、あれ鉛が入ってたりして重いから、当然重くなるから、そこの計算はやめてくれと、プラスチックとしての計算をちゃんとしろっていうふうに私は時々声は出してるんですけどもまあそれはさておき、そういう海岸に漂着してきたものの中でやっぱり漁業から出てるものが多いというようなことが非常に問題になっています。で、実は私どもの東京海洋大学はですね、まあそれ以前から、平成15年ぐらいから海の漂流しているゴミに関してずっと練習船を使って調査してきたこともありまして、環境省の当時の海洋環境室の方に、漂着ゴミだけやっていても沖合の状況が分かりませんよということで、練習船を使って沖合、さらには外部資金、環境省の外部資金、環境研究総合推進を使いながら、世界中でどういうふうに海ゴミが浮いているのかということを調査を始めたわけです。で、その際にマイクロプラスチックについても調査を行っていったというようなことがありまして、その調査自身を深掘りしていく調査手法、そういったものも含めてどんどんやっていかないといけないということで、それを進めているところです。で、話がちょっと広がって申し訳ないんですけども、漁業者だけに限らずですね、この海洋プラゴミの話、東京海洋大学では調べるということを中心にやってるわけですけども、同時に知らせるということが非常に重要だというふうに考えてます。その知らせる相手というのはですね、一つは研究者、多くのセクター研究者の人に、いろいろ入っていただかないといけない。生物であったり化学であったり、あるいは極端な話、洗濯ですね、ランドリーの研究をやってる人たちも巻き込んでます。で、そのために知らせるというのがありますけど、その結果を用いてですね、市民、特に子ども、もちろん漁業者に対してもこれをこう知らせていくと、それによって、輪を大きくして、どうしてもリサイクルなりですね、こういった活動っていうのは一人一人の小さなところで積み上げていく必要があるだろうというふうに考えてます。で、公園とか行ってやるとですね、多くの方、市民の方々は海洋プラゴミって自分たちの問題じゃないと思っている人が多くてですね、先ほど、陸上側の流出が、多いって、もちろん陸上のからの流出がほとんどです。今それほどまあ、船からとかそういったものっていうのはそんな多くないです。まあ、漁業はちょっと特異的に多くて、かつ沿岸で漂着ごみに目立つというところがありますけども、で、そういった回収ですね、そういったものも含めて企業との連携ですね、今さまざまなセクター、例えば船会社、それからポンプメーカー、私どもに相談があります。
で、こういったところでの小さな回収の積み上げっていうのがですね、どれぐらいできるのかと。船会社さんははるか沖合対応での回収、それから沿岸では洗濯機での糸くずを取ってもらう市民活動からですね、そういったところから積み上げていく必要があるだろうと。で、問題になるのは漁業者のところで、先ほどの問題になってますけども、これは環境省が今水産庁の、漁場資源化、海洋保全班と非常に、綿密に、リンクしてですね、密接にリンクして、取り組んで、もらってますので、これをちゃんと伝えながら、漁業者、先ほど言いました専門メーカー、そういったところも含めてですね、一緒になって取り組めるような取り組みやすいような形を、作っていくというようなこと、その政策のお手伝いというのをですね、調査研究による事実に基づいて進めていくというのが我々としては、取り組めるところだろうということで、一番の課題っていうのはやっぱりお互いがお互いの活動、今この場でやっているようなお互いがお互いのことを知る、その上でどうやってつながっていくかっていうところがですね、実は私は一番大事なんじゃないかなと。その中で次のそれぞれの各自の、取り組むべき活動、課題というのは大きなものでもいいんですけども、活動というのが小さなものから、見えてくるんじゃないかというふうに考えてます。で、小山組合長にもご参加いただけるようにお願いしたんですけど、ちょっと宣伝すると、秋に日本水産工学会で、漁業による課題というようなことで、漁業者が回収することの話、それから漁業者が出してしまっている漁業系廃棄物、漁業系プラゴミ、こういったもののシンポジウムをやろうということで、現在計画をしておりますので、また、整いましたらですね、お知らせしていこうというふうに考えているところです。すいません、長くなりました。以上です。はい、ありがとうございました。非常に今の主催は今回のそのワークショップの趣旨ともこう非常に重要な部分だと思いますので、東海先生すいません、もう一遍その最後の総合討論のバトルのところで同じ話2回になりますけど、全体のところでちょっとそのあたりをもう一遍触れていただければと思います。わかりました。はい、送っていただければ、はい、やりたいと思います。はい、まとめのところで、はい、コメントをいただければと思います。はい、はい、了解です。はい、でもう一つ、その斉藤さんとかともこれまでもちょっとその議論させていただいたところであるんですけど、なんていうんですかね、例えば現実のところで、これ例えば福岡県の担当の方とかに非常にこう悪いって意味に取らないでくださいね、こう非難してるって意味じゃないんですけど、結局その例えば今宗像でいけば漁港は宗像市の漁港だから市なんですよね。で、海岸は宗像の沿岸で行くと、海岸は県のその海岸法に基づく管轄っていう形になるっていうことで、いわゆるその従来の管轄っていうのの法律の枠組みっていうのがこうそれぞれ別々にあって、でそれはそれでそこに予算がついてってことになってるんですけど、例えば今回一つちょっとなかなかできなかったのが、この海岸漂着物のその処理推進法の子っていうのはどうしても公共事業になっちゃってるんですよね、仕組みが。そうするとその裏打ちで、民間の例えば企業が、地元負担の分を出すから、それを補助で出してねみたいな形でやると、地元負担分っていうのが市町村か都道府県の負担みたいな形の構造になってると、いっぺんその市か県にお金入れないといけないけども、入れたらそれの目的だけに使えるわけじゃないみたいな話だとか、県でやろうとすると、いわゆるなんで宗像だけにそれをやるんじゃなくて、やっぱり全体の中での整合性っていう話が出てくるし、市は、漁港区域だけに限りますよとか、なんかどうしてもその悪気がある話じゃないと思うんですけど、既存のそのこうセクターで管理をしてるっていうところが、そういうこう何ですかね、新しい連携を取って民間も巻き込んでみたいなところにうまく噛み合わなかったなっていうのが実際の感想としてありました。で、
繰り返しになりますけど、だからすごく悪いんだ、どんとかしろみたいな文脈じゃなくて、まあ、そういうことをその今後どういうふうに、まあ、見直していったり、改善していったりっていうのは、そういうことをこう長い目で見て考えていくみたいなのが、まあ、あったらいいなっていうのが、一つはその、まあ、私なりのその課題意識としてはあります。ありがとうございます。そうですね、もともとその海岸漂着物についてのその補助金が出たとかっていうふうなところの、当時の経緯を考えると、じゃあそこにこう例えば民間セクターが入ってきますであったりだとか、まあ、そこの処理責任というか、そこの海岸とその清掃の責任とかをじゃあ誰が負うのかっていうふうなところは、やはりなんだろうな、まあ、行政チックにこう管理していくっていう意味でも、こう縦割りでやっていったっていうところがあって、まあ、それで回していたというようなところもあると。すみません、あと民間については、もともとその、海岸漂着物を使って、それをこうリサイクルして、例えば再資源化するっていうふうなところでの、お金稼ぎっていうふうなところは、もともとその考えていなかったというか、想定していなかったところでもあるので、じゃあ今の既存のシステムで当てはめて、そこまで読めるようにしようってなるとですね、かなりこう、難しいところはあるのかなというふうに思います。で、やはりその法律的な枠組みだとかそういうのって、かなりこう、変えますってなった際にはすごい、エネルギーがいるんですよね。やはり私も全然そんな2年目の超なんだろう、ひよっこだからそこまでこう見てきたってわけではないんですけれども、まあ、やはりその法律関係をこうやるってなったら、それなりのこう盛り上がりとかですね、そこの時期、世界の流れだったり、あと国内の企業のこう動向、国民の皆様の、意識の変化であったりとか、そういったところがこう、そういうところの後押しがあって、初めてぐわーっと盛り上がっていくっていうふうなところが、実質あるというふうに思っております。ですので、こういう問題があるんだよっていうふうなところを、やはりその、まあ、今、宗像の皆さんでこうやっていただいていることとか、ところでこう盛り上げていって、じゃあ何が問題なのかなっていうようなところを、先ほどの、東海先生のお話にもあったけど、こう、お互いにこう、話を聞くというか、共有し合うっていうふうなところから、盛り上げていくと、いいのかなと。それで、変わるところ、変わらないところっていうのはもちろんあると。思いますが、今のその SDGs の流れであったりだとか、そういったところを踏まえると、既存のシステムから何かしらをこう、変えていこうっていうふうな流れはすごい重要なことなのかなというふうに思いますので、そうですね、今後の流れをこう作っていくっていう、あれでも、皆様とこうやっていけたらなというふうに思っております。ありがとうございます。実際その海岸漂着物処理推進法っていうのは結局そのなんでよそから流れてきたのを俺たちが金出してやんなきゃいけねえんだよっていう、やっぱりそういうジレンマをみんなその、都道府県にしろ市町村にしろ地元の税金なんでよその人のそういうので迷惑かけられてる方が入んなきゃいけないんだっていう話を、そんなこと言わずにやっぱり管理者だからやろうよっていう形で、まあ、無理を承知で、ちゃんとやろうねっていう枠組みに入ってもらうっていうことではものすごく苦労されて、その枠組みを作った分があると思うんですよ。だからそういう意味では、法律、もともとの管理者だからやんなきゃダメでしょっていう理屈を入れるためには、公共事業としてっていう位置づけっていうのが当初としては絶対必要だったと思うんですよね。だから次のフェーズとしてどうするかっていう問題っていうのが、やっぱりいろいろその今出てきてるのかなって、そういう視点でちょっといろいろじっくりその論理を積み上げていくっていうか、そういう実績とその論理を合わせてやっていくっていうか、そういうのが必要なんだろうなというふうに思います、ね。ありがとうございます。私も非常にそこは共感するところがあるので、そういうところをこうやはり盛り上げるっていうところなのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。中山先生おっしゃられた廃棄物の定義ですよね。その辺も実は回収して、先ほど言ってそのリサイクルに回して、ちょっとそこからでも例えばペットボトルを売って活動費に充てるみたいなことできないのかみたいな単純な発想から始まったところあるんですけど、それをやろうとすると
産廃業者とか、そのいわゆる最終処分業者の許認可なかったら危ねえんじゃないかとかですね。それで一応その形だけでも、その、そういう許認可持ってる業者さんにも入ってもらう形をして、一応そこを通して出すみたいなスキームを組み直したりとか、結構現場でそういうふうにことあったんで、今度新法の中ではそのあたりが結構柔軟になってきたっていうのは、まあある意味その、なんていうか今、新しいフェーズに向けてっていうことで、いろんなものがこう改良されていってるっていうことになるんじゃないかなと思います。やっぱりその免許がかなり厳しいのは、やっぱり 不法投棄とか不適正処理をきちんと監視するっていうですね、責任があるので、廃棄物っていうのは物とお金が同じ方向に渡るんですね。例えば普通商品買うときって物をもらってお金を渡すので、物が良かったり悪かったりしたら買った人が判断できるんですけど、廃棄物の場合は物もお金も一緒に渡しちゃって、あとどうなったかわからないっていうような特殊な取引なので、不適正処理とか不法投棄起こりやすくて、ここは法律厳しくしてるんですけど、それだとリサイクルがよく回らないので、先ほど斉藤さんからも話があったように、そのできるところは規制緩和して、こ うまく流れを乗せるような、その例えばその家電の小型家電のリサイクルなんかも同じなんですけど、そういった動きがあるので、そういったものがですね、漁業とか農業とかそういったプラスチック製品の中でもうまくこう皆さん取り組みが円滑になるような仕組みが今後できればいいなと思ってます。はい、すいません、ちょっと時間がそろそろなので、すいません、ちょっといろいろ雑多にメモだけ取りながらだったので、うまく皆さんのご意見まとめれるかわかりませんけど、 あとちょっと補足で、県の出先の保管犬の方です、いくらさんですかね、なんですが、現場のその不法投棄とかそういうのっていうのが、現場の出先事務所とかっていうのはやっぱりそういうのに出てって対応したりっていうのがあるんでしょうか。実態としてそのあたりどんな感じでしょうか。すいません、私の方はですね、はい、担当が、まあ、廃棄物との、担当とは直接違って、まあ、隣の課なんですけど、県の場合は先ほどから出てます一般廃棄物と産業廃棄物の分類の中で、産業廃棄物を担当することが、ほとんどでですね、一般廃棄物については、市町村で、産業廃棄物については、業者さんとかですね、そういうところの許認可とかに、対応になって、まあ、そういう流通が産業廃棄物に関してですね、まあ、時々こう物が流れなくて溜まってくると、それはその不法投棄じゃないけど、指導の対象となることもあるみたいです。で、私もちょっと隣の課なので、詳しくは分かりませんけど、そんな感じで、産業廃棄物を主に、まあ、監視とかをしているような状態だと思います。はい、ありがとうございます。東海先生すいません、はい、どうぞお願いします。いいですか、すいません、ちょっと情報、まあ、つながるという意味の話なんですけども、実は海洋プラゴミの話って企業さんも非常にですね、まあ、関心が多くなってきてですね、私どもの方にその要は海洋プラスチックゴミを使った、まあ、リサイクル、水平もあるんですけどアップサイクルに取り組みたいっていうようなことをおっしゃられるところが、でアイデアはいろいろ持ってこられるんですけども、結局その海洋プラゴミってどこ行けばあるんですかとか、そういうレベルなんですね。だから、まあ、マスコミ等でのそういうことが問題になってるっていうことで、自分たちだったらこんなのっていうのは思うんですけど、やっぱりそこが例えば NPO 法人でのゴミを回収する人たちから、まあ、どうやって渡すか、本当にその廃棄物なん、回収した漂着物をですね、そのままそんな風に、渡しちゃっていいのかどうかとかですね、そんなことも含めて、そういうところも実はまあつながってないところがたくさんあるんじゃないかなというふうに思ってます。ちょっと別の話ですけど思いついたんで入れときます。
はい、はい、ありがとうございます、すいません。はい、そしたら、すいません、ちょっと時間が超過しておりますんで、ちょっと一旦今まで出た意見をバタバタ整理をしまして、一旦ちょっと休憩をさせていただいて再開させていただきたいと思います。はい、すいません、お待たせしました。時間ちょっと超過いたしましたが、手持ちでいきます。うん、手持ちでいきましょう。時間を超過しましたが、スタートさせていただきたいと思います。すいません、やっぱり、ファイルの取りまとめっていうのが結構大変だったと思いまして、一番この中でまとまりのなくてどうしようもないただのベタ打ちになっているのが私のところだったということで、ちょっと申し訳ないんですが、とりあえず各グループで、まとめていただいたものをですね、今、こちらに表示しております。あ、それでですね、これをバーをちょっと上げて、ちょっと取りまとめの状況をこう、いろいろグループのどなたか概略口頭で説明を入れていただければと思いますが、グループ1の、今取りまとめの結果をですね、表示しております。どなたか、グループ1どちらですかね。向こう、あ、1、はい、じゃあちょっと、解説をしていただければと思います。はい。私たちは、それぞれ、役割ごとがですね、主にはこう自治体だったり、企業、そして市民団体と、はい、じゃあグループ1の、いただきたいと思います。私たちは、主にですね、自治体、企業、そして市民団体、個人、そして、学生、というところが、それぞれですね、持っているこう、団体ですね、である団体ですけれども、他のですね、国とか下のですね、業種というところはもうこれ客観して、こういうのがあるよねっていうのを、主に話し合いました。で、国からですね、まとめていくと、国は、結構こう、対策を結構もうやられているっていうのを、最近ニュースとかで、よく聞いていて、で、例えば目標としてはこう、全体、そのなんか、日本全体としてのその海洋プラスチックの意識っていうのも向上が多分必要なんじゃないのか。話をして、で、あるよねっていう話して、課題としては、もっとその、規制するところ、例えばなんか川の話とかってさっき言ったんですけれども、なんか昨日のその学生セッションの時に、留学生がですね、海に出ていく前にその川でそのゴミをこう、せき止めればいいんじゃないかって話をしたんですけれども、その川でそのせき止めるには、そこにまた法律とか、いろいろとこう絡んできて、それがちょっと実現難しそうなので、そもそも法整備とかを、していかないといけないんじゃないかっていうのを、国の方ですね、話し合いました。で、次自治体なんですけれども、ここの話に出てたのが、結構その外部からその短期的に来た人っていうのが、ゴミをこう捨てていく傾向があるんじゃないかっていう話をしてですね。で、その宗像とかですね、福岡とかは特に教育都市っていうことで、その学生とかが短い期間でやってくるので、例えばその地域にあんまりこう愛着がないというか、そういう人たちが結構こうしてたりとか、またこう、出張とかで来られた方とかも、なんかそういうふうにこうゴミのその分別の仕方とか、捨て方がわからないっていうところで、ちょっと景観を要したりとかしてるんじゃないかっていうのが、挙げられてました。はい。
で、まあ、そういうのを知るために、まあ、自分たちの発信、あ、まあ、まあ、処理をその支援する方法を考えたりとか、またこう発信していくっていう概念のその発信っていうのが必要じゃないかっていう話になりました。で、企業ですね、企業のところは、結構こう、まあ、現状で、話があってですね、まあ、今後その企業さんは、まあ、なんか、まあ、そもそもその作るっていうところにこうフォーカスして、例えば外部監査をこう入れたりとかですね、あとはこうオイルトラップっていう、まあ、仕組みっていうのがあるんですけど、それをこう導入したりとかして、まあ、対策をしていったらいいんじゃないかと、話がありました。ちょっと全部は紹介できないんですけど、はい。で、個人ですね、個人団体のところはですね、あまりこうつながりが、少ない、まあ、先ほどの説明でもありましたけども、まあ、今後の課題ということで、その団体同士のつながりが少ないという、ところが、あったりですね。まあ、あとはこう、まあ、団体で、個人ごとで考えると、例えば、なんていうか、まだ認知というか、そもそもまずゴミ問題について知らない人がいるというのが、課題なんじゃないのかっていう話ですね。で、まあ、それを改善するために、こう、まあ、先ほど言ったんですけども、若い人だったら、こう、SNS の発信だったりとか。で、その各団体のことであれば、その、海洋ゴミとかを、まあ、その、各地域で、まあ、その、一つの団体がやってるんですけども、そこをしっかりとこう、まあ、またはその管理するような団体がもう一つあって、で、なんか情報を共有するみたいなのが、あるといいんじゃないかっていう話が出てました。で、学生ですね、教育機関に関しては、やっぱりその、教育、環境教育っていうのを、まあ、もう少し徹底した方がいいんじゃないっていう感じな話が出てるんですね。やっぱりその、さっきも言ったんですけども、まあ、海洋ゴミという、現状についての認知っていうのが、学生の中でも低かったりとか、っていうのがあったりするので、なんか、景観とかを汚しちゃってるんじゃないかっていう話が、出てました。はい。で、全部は紹介できるんですけど。で、まあ、漁業者のところ、これはもう客観的なものなんですけれども、まあ、やっぱりその漁具とかですね、が、落ちてるっていうのが、ゴミ拾いしている中であったので、まあ、例えばですけど、まあ、目印を何かつけたりですね、なんか、したらいいんじゃないかとかですね。まあ、ただなんか、競争が激しいから、なんか、ゴミをですね、ゴミっていうか、そういうエネルギー、コストをたくさん使っちゃうんじゃないかっていうのを、ちょっとこう、僕たちの中で考えて、まあ、競争じゃないような、なんか、仕組みを作っていければいいんじゃないかみたいな話をですね、出ました。はい、すいません。簡単にはなりますけれども、グループ一緒の話は以上です。はい、ありがとうございました。そしたら、次が、ちょっと一点、共有を止めて、グループ2ですね。グループ2は。これか、これか。これですね。はい、グループ2を、立ち上げましたので、共有。あ、ちょっと待って。もう一遍。すみません。画面の共有で。はい。グループ2の発表させていただきます。本グループのセクターとしては、自治体、企業、市民団体、個人、教育機関、学生、生徒です。ここにちょっと書ききれなかった部分も含めてちょっと説明させていただいて、よろしくお願いします。これ1、1です。グループ1ですね。ごめんなさい。共有停止の、停止して、これですね。これを閉じない。これグループ1です。これを閉じる。でこれで出てくるんですか。あ、これグループ3ですか。
グループ3です。3です。これでいいんですか？これがグループ2。グループ2。はいはい。ごめんなさい。はい。はい。グループ2です。まず、企業の方から、説明させていただきたいと思います。これ、白紙になって。本当のさ、そっち説明すればいい。あ、自分で、あのパソコン使って。はいはい。共有。あ、ズーム入ります。あ、じゃあ、はい、すいません。じゃあ、ちょっと先に、グループ3の方から。で、これを。お借りしてもいいですか？はい、どうぞ。はい。で今グループ3共有で始まりました。じゃあすいません、ちょっと先にグループ3からお願いします。グループ3は国、自治体、企業、学生の主に4つで話を進めていきました。でテーマが製造段階、使用段階、流出前、流出後とあったと思うんですが、主に、流出前以外の3点についてお話ししていきたいと思います。まず製造の段階に関してなのですが、今の現状として、自然素材を利用したプラスチックに代わる、プラスチックの代替物というものは多く存在しているんですが、まだそれが認知していないということで、今後それらの自然素材を使った製品の価値を高める活動を行っていくべきではないかという意見がありました。また、天然資源を新たに取らない選択というのも意見が上がり、今後のプラスチック利用についての見直しについての意見が挙げられました。次に、使用段階についてです。使用段階については、使用段階については、商品の過重な包装が問題になるのではないかという意見が上がり、そこから量り売りという解決策が挙げられました。しかし、そこで企業側からは、安心の問題があり、万が一食中毒などを起きてしまった場合に、その企業が責任を取らなければいけないという問題がありました。そこで、企業だけでなく、そこに行政が加わることによって、お互いにできない部分を補完し合っていく官民連携システムが求められるのではないかという意見がありました。最後に、流出後についてです。流出後については、まずマイクロプラスチックに対する認識が、まず、日本ではそこまで浸透していないけれど、その実態への影響がどのようなものかというのが、まだ分かっていません。そのため、マイクロプラスチックが一体どのようなものなのかということを、まず、みんなに認識してもらう必要性があると考えました。そこで上がったのが、ツーリズムの開催です。ツーリズムの開催によって、環境に関わるイベントを実施し、そこでの資金は、ふるさと納税を生かしたツーリズムを実施したいというふうに考えました。特に離島、離島については、ゴミを処理するための回収運搬台が非常に高くなっており、なかなか清掃できない状況になります。そこで、その離島に対して関係事項を増やすことによって、お金が算出する仕組みを作り、海岸を守っていける
程度を作っていければ良いのではないかという意見が出ました。以上です。はい、ありがとうございました。それでは、次が、グループ2ですね。で、ちょっと待ってください。はい、出てますかね、グループ2って。はい、じゃあお願いします。はい、グループ2です。私のグループの、は、自治体、企業、市民団体、個人、教育機関、学生です。まず、企業の方から説明させていただきます。現在行っている取り組みとして、商品を梱包する際に、その梱包する袋の削減を行っていて、年間でも 3.5% の削減をしています。で、回収についてですが、その使用後の機器を 3.5 トンの削減をしています。で、回収に関しまして、流出させる前の回収、そして、通信機器の回収システムを構築して、その廃棄するのではなく、リサイクルを行う。という仕組みを構築しています。清掃イベントにも毎年参加されていて、約600名の社員さんが参加されております。今後の課題としては削減の増加したりだとか、社員さんの啓発意識改革を目標としています。続いて市民団体個人の説明をさせていただきます。現在行っている取り組みとしては、海岸清掃や子ども向けの環境教室などを行っております。で、目標としては、また課題としては、後継者が、まだ不足しているというところが挙げられましたので、そういったところで、イベントに参加してもらって、まずは関心を持ってもらって、後継者を育成していくというところが、現在の目標になります。で、イベントを、例えば環境保全のイベントを開催するときに、やはりその環境に関心のある、層しか来ないとか、そういったその環境についての問題をまだ知らない人たちにまだアプローチができていないのではないかという課題が挙げられたので、子育て世代だとか、30代、40代の世代をもっと取り込めるようなイベントにしたらいいのではないかという案が上がりました。その中でやっぱりあの子育て世代に来てもらうためには、そのメリットを、このイベントに対してのメリットをつける必要があると考えていて、例えばその自然体験活動と海岸清掃を組み合わせることで、自然体験活動っていうのは、幼少の頃から自然体験活動をすると、大人になった時のうつのリスクが低下したりだとか、幸福度が増えたりだとか、所得が増えたりだとか、そういうメリットが、データとして挙げられているので、そういうメリットを前面に、全体で出していくというところが、あると思います。そういったところのメリット、その中で、宗像市というのは、資源もたくさんあります。その宗像市の一番、大きな資源というところが自然だというふうに、私たちの中では認識共有しましたので、そういうところを前面に出していきながら、宗像市には大学も、若い人たちもたくさんいますので、そういうところでもっと環境問題、そのプラスチック問題について、発信していけたらと思っております。で、学生、教育機関に関しては、まずその、自分の経験としても挙げられるんですけど、中学校とか小学校とかそういったところの教材にまだ公害問題だったりとか SDGs の話題しかまだ出ていなくて、海洋プラスチック問題という特定のワードはあまり自分の、経験からもあまり出ていません。そういったところで、その義務教育の中で の指導 の体制を構築することが、構築することが必要なのではないかと考えています。で、その中で、指導する先生方への、まずは研修を必要、研修が必要だと考えていて、そういった中で、自然教室を先生、教員向けに、開くっていうところが、大事なのではないかというふうに考えています。以上になります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは最後に、ウェブのグループのことについて報告をさせていただきます。ですね、すいません、これ、一番、まとまってない私が書いたんですが、ちょっと話がそれますけど、学生さん3テーブルまとめていただいてですね、的確に言葉をこの枠の中に入れ込んでっていうところで、この短時間でやるっていうのは、実はやっぱり相当なトレーニングがないとこれできないことなんで、感服しました。素晴らしいです。僕ってふだふだの全然キーワード並べただけで、やっぱそういう、こう、一つ一つのその、問題点を要約してまとめるみたいなトレーニングが、やっぱりこう、新しい世代ということで、しっかりやれてるというのは、僕ら本当勉強不足だなと痛感しましたんで、負けないように勉強したいと思います。それで、私たちのところがですね、国の方、自治体の方、それから、私は漁業者の立場ですが、あと、学識の経験者の方と入っていただきまして、お話ししたんですが、まず自治体の取り組みといたしまして、ここぐらいまでやっとかけたんですが、単に、その、環境っていう切り口ではなくて、世界遺産っていうそういう取り組みの中で、世界遺産の価値を保全していくという視点で、その海岸清掃ですとか、そういうことの取り組みをやるという、そういう流れが一つあるということですね。で、沖ノ島へのその取り組みというようなことを、調査だとか、そういうことも、やって、いるというのが、その現状としてありました。で、それを、いかに拡充するかっていう課題だというお話でした。で、ずっとちょっと、空欄で申し訳ない。で、あと漁業関係のところ、ちょっともう全然キーワードだけなんですが、先ほどちょっとこちらの、ウェブグループの中でお話しましたが、例えば海岸の掃除を、漁港の区域は、市の、漁港掃除の、漁港は市の管理になるので、その予算をいただいて、で、定期的に清掃すると。で、海岸については、例えば、その、福岡県の管轄になりますので、そちらの予算をいただいてやるとかっていう形で、なんですが、どうしても取り組み一つ一つっていうのは、それぞれ個別独立の形でありまして、横つながりだとか体系だって行われてないっていう、そういう問題があるだろうということですね。それと、持って上がったのは、これ処理費も込み込みっていうことで補助いただいてますので、これが、結局は焼却処分っていう形になってくるという、そういう問題点があるということです。それから海岸だけじゃなくて、海底清掃ですとか、そういうところも国の、ですから補助をいただいたりしてやってるんですが、やっぱり断片的、分断された状態でっていうところで、そこをどう統合するかっていうのは一つ問題であろうと。で、これで先生からもご指摘いただいたんですけども、実はその漁業系の廃棄物っていうのは、もともとがそのリサイクルしにくい技術自体がないと。いろんなものが混じり合ってたりして、非常に難しい。それから、あちこちに、漁村っていうのは分散してますから、それをどう集めるかとかっていうのが、根本的なそういう物流の、インフラの問題とか、それから、技術的なものとしてもかなりの、そのハードルがやっぱ高い部分があるだろうという、そういうお話もいただいております。で、こっからが全然グダグダで申し訳ないんですが、もうメモだけを取ったところで、県の関係のところからありましたところで、県としての取り組みということは、それぞれの、まず、海洋プラスチック環境問題として、県全体としての啓発活動ですね。で、その啓発活動をやる中で、例えば、推進のその取り組みに協力するお店に、実際にプラ削減のキャンペーンを打って、取り組みの成果を集計するみたいな、そういう取り組みの流れが一つですね。それと、もう一つは、既存のその法律に規定された管理区域内の清掃というような視点で、そこをきっちり美化して、ゴミがない状態にしていくと。そういうところで、それぞれの部局で取り組んでいっているというような流れが、大きくあるかと思います。それから、大学の関係からでいきますと、特に調査研究が当然中心になってまいりますので、
まあ、環境省さんとその、補助金を受けたりというようなことで、行ったり、ということですね。九州大学の場合もそういうことで、東京海洋大でも、その海洋プラスチック の, その沖合、特に沖合のいろんなものについてということで研究が進んでいます。でその中でちょっとご指摘があったところが、例えば廃棄物の定義っていうのがその統計上の区分だとか一般廃棄物だとかその産業廃棄物っていうのはどういう区分になるのか、それから、処理の仕方っていうのが必ずしも統一されてないので、例えば調べようとしてもそこが曖昧になってわからない分野があったりとか、まあ、例えば実際の処理やるときに責任所在をどういうふうに分けていくのかみたいなことはやっぱり問題になってくるんじゃないかなというのが実際にその研究をされている中で一つその課題意識としてお持ちになられたということでありました。それから、東京海洋大学の方でいきますと結局やっぱりその、一つあるのは漁業者が持ち帰った、まあ、陸上ゴミで海に溜まってたり、まあ、漁業系のゴミもあるんですけども、そういうものと漁業系廃棄物、漁業者が産業によって出てきた廃棄物っていう、まあ、その2つのものをちょっとよく分けて考える必要があるだろうというお話もいただいています。で、やっぱりその漁業者自治体にその回収や、処理までのその考えっていうのがこう一つずっと行き渡ってしっかり根付いてない部分があると。それからやっぱりその先ほど言いましたようにリサイクル難しいその処理方法がないということになれば業務メーカーの協力っていうのが必要になってくるだろうと。で、そうなるので沖合の海岸だけじゃなくて沖合っていうことも非常に問題なので、まあ、そういうことを言うとやっぱりその調べるプラス知らせるという考え方というのを持つべきであろうということで、市民ですとか子どもだとかさんとかそういうところ漁業者も含めて、そういうこうやっぱり、知識の普及とかそういうことが必要だろうと。で、あとはですね、企業さんからも海洋プラスチックっていうことについては非常にその関心が高くていろんな技術だとかそういうことについて、お声かけもあると。で特に流出を防ぐということであれば一つ例としてありましたのが洗濯機の関係で、出てくるそのマイクロプラスチックを出さないような仕組み作りをするとか、まあ、そういう点からも詰めていく必要があるんじゃないかというお話でした。それから、環境省さんの取り組みとしては、法律というのが新しい法律の中でも、とにかくライフサイクル全体、これまでは容器のみっていうような形だったものがそれを、どんどん拡充して、全体でやっていくものについては許認可なんかも非常に規制緩和されてやりやすい状態を作っていくということなんですが、一方でそのいろいろなその現状ということになるとまだその例えば漂着ごみの回収みたいなことでいくとどうしてもその立法の経緯からして、自治体が中心になってということになると民間が入る、入り方がうまくかみ合わないとかそういう問題があるので、まあ、それは新しい段階になっていく中でやっぱりしっかり、意見だとか論理だとかそういうものをこう積み上げていって法律改正とかにつなげていくには結構なエネルギーがいるんですが、地道にそういうことをしっかり積み上げていく必要があるだろうと、まあ、そういうようなお話でした。はい、すいません、駆け足ですが、で一番まとまりがなくて本当に恐縮なんですが以上です。それで時間がもうだいぶ押しておりますのでもうこのまま総合討論みたいなことに入ると思うんですが、ですね、今それぞれの4つのそのパートに分かれてまとめていただいた中で、どういう切り口からでもそのお話ししていただいて構わないんですけれども、とりあえずちょっとじゃあウェブ参加いただいているところの、東海先生とりあえずちょっと全体を通してコメントをまず最初に切り出していただければ助かります。はい、東京海洋大学の東海です。もともとは漁業の研究してたんですけども、海洋ゴミのことを調査研究を始めて、
まあ、環境省の事業を受けながらですね、東京海洋大学の練習船および北大鹿児島長崎にも声をかけて、まあ、世界レベル200海里以内の沖合の漂流ごみ、それから海底ごみの調査をしているところです。それで本日お聞きをいたしましてですね、グループ1、2、3とも非常に、自分たちに近いところの話をしっかりとしていただけているというような印象を持ちました。で、その中でですね、まあ、先ほど河村組合長もちょっとお話してたんですけども、例えばグループ1では意識改革とか、それから海洋ごみの認知度というキーワード、それからグループ3でも同じように認知度とかですね、国民市民の意識の低さっていうことが、言われてました。それからグループ3で同じようにそこからですね、ネットワークの形成、という言葉がありました。これが実は結構、キーワードになるんじゃないかというふうに思いました。で、ちょっと東京海洋大学の取り組みを申し上げますと、先ほど桑村組長がおっしゃったように、我々 の, プラスチックスマートで の, モットーっていうのはですね、調べること、知らせること、それを回収につなげることっていう、一応3本柱を考えているところです。で、まず調べること、皆さん方がそれぞれの活動の中で調べられて、理解を深めたことっていうのがたくさんあるというのが、まあ、今日の議論の中でもいくつか出てきたと思います。そういったことをですね、やはり人に知らせる、調べることっていうことと知らせることが大事なんだろうなと。で、これは認知度という問題とネットワークということと両方につながるわけですけども、我々も研究者の中でもですね、実はマイクロプラスチックが非常に問題になってるから調査研究の方法を考えないといけないんだよっていうことで、いろいろお声掛けすると、化学の分析の人からすると、実は海洋中にそういうプラスチックが増えてきて、炭素が実は変わってきてるんじゃないかとかですね、そんな話までなってきてます。また先ほどちょっと岡村組長から話ありましたけど、糸くず、実はファイバーのマイクロプラスチックが非常に、世界中で問題になってるんですけど、日本はちょっと少ないんですけども、それはなぜかということで、洗濯機の構造を調べよう、洗濯機での回収を見ようということで、女子大の先生たちと一緒に洗濯の科学をやったり、してます。で、その結果をですね、やはり知らせるということで、市民、子ども、先ほど、グループ2では環境教育ということで、中学、小学校のところへ伝えるということをお話しいただきましたけども、このあたり、非常に重要になってくるだろうというふうに思います。で、その全体を通じてですね、お互いにそれぞれ活動しているんだと、ただそれがうまくつながっていってないというようなことの認識を皆さんお持ちになっているということがあったかと思います。これも非常に重要な視点でありまして、実際に、先ほど桑村組合長からもちょっとご紹介ありましたけども、例えば船会社さんは、沖合での船舶の最中にですね、やはりいろいろ海水の取り込みがありますから、そこのフィルターでいろんなものを回収できないかとか、それからさまざまなポンプっていうのは河川であれ海であれいろんな場面で登場します。そこのフィルターにも実は引っかかります。そういったところでの回収っていうのはできるんじゃないかと。マスコミでですね、太陽中、太平洋のど真ん中で浮いてるゴミを回収する専用船を作ってどのこのっていう議論があるんですけど、私はその、大きなエネルギーを投入して CO2 いっぱい排出してそれで回収するっていうのは、やはり地球環境問題全体を考えた時にちょっとおかしいんじゃないかと思ってます。で、そうした時にキーワードになってくるのは、日常での回収っていうこと、これは排出しないことも含めてですけども、やはりその活動っていうのが市民レベル、家庭での洗濯機のごみ、もちろんプラスチックをちゃんと分別する、そして産業活動の中でのフィルタリング、そういったものというのはですね、意外に積み上げると、大きなものになるんじゃないかと、そういったことを伝えるなり、その活動をそれぞれが表明していく、そういうことが大きいのかなと。企業の方々のところでの、今日のまとめの中でも、企業ですでにプラスチック削減に取り組んでいると、大手さんで最近電気製品とか購入されても、
発泡スチロールが減ってるというのは皆さん感じられていると思いますけども、そういうことはしっかりとやってきていると思います。やはりそういったものも含めてですね、ぜひ、まあ、日常での回収っていうのがそれぞれできるのか、それかそれをつなげていく、そして、もう一つ連携という意味では、いろいろ話もありましたけども、その廃棄物からどういうふうにリサイクルにつなげていくか、まあ、技術の問題もありますけども、そのつなぎ役ですね、つなぐということをやっていかないといけないんだろうなというふうに思います。で、最後一つ、ちょっと余計なことを言いますと、SDGs に法的拘束力がないとか、市民団体の統制とかっていう言葉があって、拘束とか統制っていうのは、我々よりちょっと上の世代の人たちにとっては、とっても、心に触れる言葉で、そういったトップダウンで抑え込まれたいのかっていうのは、ちょっと気になります。私はこの、海洋プラスチックごみの問題、もちろん大きなところで、蛇口を閉めなきゃいけないという法的なものも必要ですけども、実はもっと日常的に市民レベルのところから自立分散的に活動して積み上げていく、そういうものが必要じゃないかなと。そしてそれをどういうふうに助けていけば活動がうまくいくんだろう、そういう点が大事だろうと思っています。で、実は今日のこういった場での話し合い自体が、お互いの活動を報告し合ってお互いの、理解を深めて、そして次の活動につながるんだろうという意味で、こういった地域での、活動がですね、各所で起きて、それがまたつながっていくというのに結びつけばいいのかなと。ですので、ここでの活動っていうのは一つの大きなモデルになるだろうというふうに期待をした次第です。長くなってすいません。以上です。はい、ありがとうございました。そしたらちょっと、まず、じゃあ九大の中山先生、すいません、コメントありましたらお願いします。九州大学の中山と申します。今日は大変有意義な会議にご参加させていただきましてありがとうございました。で、今東海先生からですね、全体的なお話について非常にですね貴重なというかで勉強になるコメントいただきましたので、私の方からもう 手短にさせていただきたいと思うんですけども、まず各グループのご発表大変感銘いたしました。で、私がその特にですね、いくつか覚えているキーワードとしてあったのが、その教育、まあ、認知という話もあったんですけど、教育システムをどういうふうに教育システムの中にどうやって、プラスチックに関する環境教育していくかっていう話がありました。まあ、大人に対する機会が少ないとか、教員そのものに対して教育をしていかないといけないっていうのがまさにその通りだと思います。それで一つですね、これヒントになるかわからないんですけども、やっぱり大人に教育するっていうのは非常に難しいんですね、こういう環境教育っていうのは。ただ子どもに対しては、純粋な子どもに対しては非常にやりやすいという側面があります。それで特に小学生に対する環境教育っていうのは、よくその学習発表会の場でその発表がなされたりして、それをこう父ちゃん母ちゃんじいちゃんばあちゃんが見に行くっていうことがあるんですけども、まあ、そういうことで子どもがやっている、まあ、例えば海洋プラスチックにしろ廃棄物のリサイクルにしろ、子どもが学校で習ってきてこういうことしなくちゃいけないんだよっていうことを発表して、それを家に持ち帰ると、お父さんお母さんおじいちゃんばあちゃんって子どものことはよく聞きますので、そういう仕組みを通じてこう大人に波及していくような仕組みがもっとできればいいんじゃないかなというふうに感じてますで、そういう意味ではその我々の方でもどうやってこう環境教育していくかっていうのの、その、まあ、システムというかですね、教材も含めて作っていかないといけないというのは大学の役目でもあるのかなと思います。それともう一つは、その責任の所在をどういうふうに明確にしていくかっていうところに関するところがいくつかのグループでもありました。例えばその、廃棄物にそのタグ、電子タグをつけるような、GPS をつけるとか電子タグをつけるというような話が出てってですね、これは考えてみますと、その今からですね、15年、20年ぐらい前は、建設廃棄物の不法投棄が日本全国で多発してて、その処理に数億円のお金をいつも使ってたんですよね。今考えてみますと、年間1000件ぐらいの不法投棄があって、今はそれがだいぶ10分の1ぐらい減ってきてるんですが、
その時にあった議論もですね、電子タグをつけて、きちっとその責任の所在をですね、明確にするようなシステムを作ったらどうかとかですね、あるいはそのきちっとその法律を制定したり、その罰則を明確にしたりっていう話もありました。ただ、海洋の場合は、なかなかその国内だけの話じゃなくて、海外からの、その、あれもありますので、なかなかそこら辺は難しいと思うんです。ただ、電子タグなんか昔に比べて ずいぶん安くなってますし、まあその全部に電子タグっていうのはつけるの難しいとは思うんですが、その量的に多いものであるとかですね、その流出性が高いものであるとか、そういったものはそのきちっと研究で明らかにして、まあ、どういうところにそういうシステムをつけていけばいいかとかですね、そういうところを考えていければもう少しうまいシステムができるんじゃないかなと思いました。あまり長くなると あれなので、私の話はこれぐらいにして、感想なんですけども、全体としての感想なんですけども、まずこの、会議自体 の構成が非常にうまくできていて、でいろんな部署の方が参加していろんな意見交換ができる、オープンな感じで意見交換できてっていうところで、非常にうまく SDGs のその何て言うんですかね、求めるその参加型というかですね、そういった理念にも合致していますし、今後ですね、ますますこの会議がですね、発展していって、まあ、広くですね、海洋プラスチック、マイクロプラスチック対策のに対して、まあ、広くです、貢献していくことをですね、期待しております。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ウェブ参加で東大の菊池先生入っていただいてますか？はい、菊池でございます。あ、お願いします。すいません。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんどうも、こんにちは。東京大学ミラビジョン研究センターの菊池と申します。私は、ワークショップの方でですね、講演ともさせていただいていたんですが、本日、このような形でですね、参加させていただきまして、どうもありがとうございます。で、もうすでにですね、もうお二人の先生方からですね、いろいろな、コメントどうもいただいていますので、私の方からも手短にしたいなと思っております。で、私自身、もともとの出身が、化学、化学系でございまして、まさにそのプラスチックを作るところだとか、新しいプラスチック、それこそ生分解性のプラスチックをこう開発するだとか、まあ、そういったところに近いような研究をやっております。で、まあ、先ほど来ありました通り、まさにですね、化学物質としてのプラスチックをどのように今後ですね、持続的な形で使える形にしていくのか、当然無駄なところは減らしていくだとか、確か意見もありましたけども、天然素材をこううまく活用していくであったりだとか、さまざまな取り組みが必要かなと思ってはおります。で、まあ、化学物質として新しい使われ方、プラスチックに代わるような素材をこう使っていくというところに関しましても、研究開発は進めているんですが、まさにですね、どういうものであれば皆さん使っていただけるのかだとか、どういう形を皆さん望んでいるのかだとかを、化学産業も必ずしも完璧に分かっているわけではない。ですし、我々のようにその化学に近いような研究者もですね、結構手探りでやっております。で、いろいろなものを作れるんですが、結局社会がどれを選んでくれるのかなっていうところは、まさにこういう対話するような場でしかですね、知り得ないものでございますので、このような機会非常に大事だなというふうに感じながら、皆様のご発表なんかも伺っておりました。で、すでにコメントもありましたけども、まさにその教育、特に小中高大学生向けの教育もそうなんですが、まあ大人というんですかね、社会に出てから方々向けの教育、最近リカレント教育というような言葉でですね、本学でもですね、社会人 の受け入れということをこう夜間講義だとかでですね、始めておりますけれども、まさにそういったところにですね、こういった新しい課題、正直言うと、私が大学生の頃もこういう海洋プランの問題って必ずしも講義の中でしっかりと教えられた記憶がちゃんとないですけれども、まさに新しく出てくるようなこういった問題に関しましては、社会人向けの教育というものも少ししっかりと議論検討しなければいけないのかなというふうに強く感じたところです。で、一方で教育に加えてですね、こういった海洋プラですとか、それをこうリサイクルして使っていくというところに関しましても、皆さんもその回収のところでこうコストの話であったりだとか、本当に当然大きな問題になっているわけなんですが、一方で法規制だとか制度なんかをやはりこう考え直していく中で、そういった廃棄物だとかリサイクルだとかに付加価値をこうどうつけていけるのかなというところなんかは、
我々も非常に興味深くまさにですね、研究もしているところであります。まあ、海洋プラスチック確かにリサイクル難しいんですね。塩類なんかもついていますので、もう化学的に考えてもですね、どうしようかなっていうのはかなり悩ましいところなんですが、ただそれを頑張って使うことによって得られた新しい再資源化された製品だとかがより大きな付加価値をですね、社会的に認めてもらえるのであればですね、なんとかできなくはないですね。技術としてですね。ただやはり経済的にそれが許されるかというと、今現状は許されない。それをやる企業はですね、やはりやっていけないような状況になっていますので、やっぱりそこにちゃんとこう価値を乗せていくであったりだとか、でもう少し言うと、先ほどライフサイクルという言葉が確か環境省さんですかね、お話からあったかなと思いますけれども、まさに我々もライフサイクルアセスメントというようなものなんかを使いながら、まあ、化学物質どんなものをですね、開発して世の中で使っていけるようにすべきなのかというところや、よく議論、まさにほぼ毎日こういった議論なんかもさせていただいているところです。で、そういった中で、まあ、こういったいろんな方々がお集まりになって、まあ、こういう場をですね、共有すること自体に非常に大きな価値があるので、ぜひですね、こういったワークショップ継続していくことが大事なのかなというふうに強く感じたところでございます。で、あともう一個、これも皆様 お分かりかなと思いますけれども、やはりその海洋プラスチックという問題を解決していくためにはですね、日本だけでなんとかなってもですね、実はそんなに効果がない可能性があると。やっぱりこれが海外にどう展開していくのか、まあ、もちろん日本国内、他の地域なんかにも展開していくんですが、多く使っているような東南アジアであったりだとか、他の国におきましても、同様な取り組みをこう展開できるのかどうかですとか、まあ、そういったところなんかも我々としては結構悩ましいところでございますので、ぜひですね、こういった取り組み、こちらでですね、ベストプラクティスとしてですね、他にもこう展開できるような形で継続していっていただきたいなと思っておりますし、我々もですね、関連する研究者としてはですね、しっかりとですね、まあ、産業だけでもこう自治体だけでもなくて、こういった大学という立場でですね、ぜひ関わらせていただければなというふうに強く感じたところでございます。はい、私からは以上とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。ただ清野先生はい、ちょっと一言、はい、お願いいたします。岸田大学の専務です。今日本当にこの基礎ではありがとうございました。もう日本問題解決しないで何十年みたいなのは全く話にならなくてですね、やはり研究教育のところが、まあ、ある意味ちょっと失敗してきたのかなというふうに最近思っているところです。こういう形でですね、いろいろなお客様の方が、そしてさまざまな世代の方が参加していただくことがすごく大きいと思います。で、これをですね、最近になって改めて気づいたのは、やはり次世代の例えば今日頑張っている大学生の人たち、そして子どもたちへの研究の話ということで、多世代で取り組むことで大人が本気になるということです。これは、研究者はですね、よく環境研究者のカスタグロボってやったり、マッチポンプって言われてたんですけど、環境はいつになっても解決しない、まだまだあるというふうに言い続けて、実践のところを、社会にそのままこう放り投げてきたっていうのは思うところです。こういう大反省大会みたいなシンポジウムですね、昨年ぐらいから出てきておりまして、これの環境の問題だけではなくて、震災の復興ですね、東北大震災の復興の後も、やっぱり本当にその地域の方々や、あるいはその国民の研究者さんに来て、この社会の方を期待していたということがあるかと思います。そして海ごみ研究をですね、何回かこう研究の波があったんですけど、まあ、私は多分第1波とか第2波ぐらいから乗ってるんですけど、その波に乗るっていうことじゃないんじゃないかということで、研究が流行った時のみに来るんじゃなくて、ずっと生活の中で続けようとか、大学や研究所、そういう体制に、しないと、本当にもう問題解決しないのが、特に海洋分野であれだなということが言われてきたところです。そういう議論をしてたときに、大気と海洋の関係を解明された真鍋先生がノーベル賞を取られまして、日本の研究環境とか研究体制は、まあ、いろんな課題があるということを、アメリカからおっしゃいました。
まあその中である程度研究のその職業的な意味で50代60代的なそのちょっとそういう中にあったんですけども、すごく真鍋先生がおっしゃっていることもよく分かりましたし、反省があります。どうすればいいのかっていうのは、やっぱり現地に帰って、生活者としてとか、教育者としてとか、そして、好奇心とか、それで何でだろうとか、どうしたらいいんだろうとか、そういうところから、立ち戻ったり、どうかなんではないかということが、出ています。それの時に、やっぱりその、日本の環境教育とか、学校教育も大きく変えています。だから課題解決とか、会がないということ自体を教えるということで、正直学校の現場も混乱しています。で、昨年に、初めて、昨年で初めて、正解ってないんだよ。で、自分たちで考えてねっていう時の大学入試っていうのがあったんですけど、本当に高校も中学も混乱してて、大学の問題作れないとかいうことが発生していて、今までの、その業務っていうこと自体も考えなきゃっていうことも認識しています。で、そこで、今日、OK の方から、メンテル参加する、皆様も含めて、やはり、そういった、変えていこうとか、それぞれの立場で、解決に向かっていこうという、お話しされたことは、本当にありがたいと思っています。ですから、こういうのを、作っていただいた、仲間の皆様とか、そして、海についての当事者である、漁業者の、方、河村県庁からこのような動きを作っていただいたことを改めて、ありがたいと思っています。ですから本当に特に日本の科学技術の教育を本当にもう出直しっていうようなことで、思っている時期ですので、環境研究についてもですね、どうか本当に一緒に読んでいただいたり、どうかご自由でした点で楽しんでいただけたらと思っています。今日もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。すいません。本当は本当いろいろ中身をですね、詰めて、もっとこういうアイデアまでみたいなことをやれればよかったんですけど、ちょっと全然時間の、テーマがちょっとでかすぎてというところもあると思うんですけど、全くそこまで立ち入れない状態になってしまいまして、もう時間が来てしまいました。で、それで、私がその一応今日モデレーターさせていただいておりますけども、今後のということで、冒頭でのその進め方ということで、出しましたが、今回4回目で、少なくとも、令和3年度でもう2回か3回は開いてですね、いろいろもっと具体的な話に、落とし込んでいくっていうことに、やっぱりこだわりたいと思っています。で、その時に今日、いい示唆をいただいたのが、なんていうか、どうしても僕はそのもののところばっかりにやっぱり自分が目が向いてたなということで、そのお金だとか回収する労力とかリサイクルにどうやってつなげるかみたいなところの連携っていうのがそこにあったんですけど、もう一歩空に裾野を広げて教育とか普及活動とかそういうこととの関係性っていうことをむしろ両輪で考えるぐらい、むしろそちら側を大きく持つことによって物流的なものだとかそっちの方にもつながってくるんじゃないかっていうか、ちょっとその切り口が、僕の中でもその新しく出てきたなというのがあって、それ非常に勉強になったと思っています。それで、今回いただいた、のもとに、次回またワークショップということで第5回をやっていこうと思います。で、その時にまた、今日特に参画いただいた方にはお声掛けをさせていただいて、まず今日いただいたそのワークシートの表をですね、しっかり整理して、穴が開いてるところもできるだけ埋めていく作業っていうのを事務的にまず進めまして、でそれをもとにどういう連携を図っていくかっていうことを一つ棟方として実効性をということにこだわって、何か作っていく方向っていうので、ちょっとまず私のところで、いろいろ いじらせていただければなと。で、もう一つ申し上げますと、その、今日実は書いていただいたときに改めて思ったんですけど、やっぱり回収する側っていうところでのモチベーションとしてはあってなんですが、メーカーさんだとかで、自治体の方結構あるんですが、メーカーさんって言ったときにですね、やっぱりそこも実はその単純に捉えすぎてたと。
だから企業さんということでもメーカーもあり、例えばサービス業もあり、いろんな切り口があるので、それぞれ事情っていうのが違うみたいなことがセクターとしてはやっぱり違うものとして捉える。そうするとその事情っていうのをよく、まあ、寄り添って考えていくみたいなところを考えていかないと、一緒だくにやるような感じでザクッとやりすぎると、連携が取りにくいっていうのが出てくるんじゃないかということで、今日逆にあの表の空欄が出たことによってちょっとそういう気づきもありましたので、そういうお声かけの仕方ですね。それから自治体さんもやっぱりあの悪い文脈で言われますけど、縦割りと言われますけども、逆に言うと専門性という視点でいけば、それぞれの中でいろんなその試行錯誤をされてきたというのがあると思いますので、そこをそのいかに、まあ、ちゃんとその一つの専門性のあるセクターとしてのサブセクターとして見て、いかに連携するかということで、もう一遍編み直すことができるんじゃないかなというふうに思ったので、まあそういう視点でちょっと叩き台をまた整理をさせていただきたいと思います。叩き台整理するにあたって、また皆さんにいろいろお知恵いただきたいと思います。他に何かこれはということが会場からもありましたら、はい、よろしいですかね。そしたら、まあ、ちょっと不完全燃焼ではございますが、第4回のワークショップは、まあ、そのスタートに立つという形ということで、ご了解いただくということで、これで締めさせていただきたいと思います。それでは、ウェブ参加の皆様、本当に今日はお忙しいところありがとうございました。会場の皆様もありがとうございました。これで終わりたいと思います。あ、東海先生すいません、はい、挙手をいただいてました。 どうぞ。いや、挙手ではなく拍手ですんで、はい、そうですか、はい、横向いてましたね。あ、すいません、ありがとうございます。これです、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。大変お世話になりました。ありがとうございました。あ、いいです、はい、ありがとうございました。東海先生から12月4日に、海洋プラスチック問題と漁業における対策ということで、日本水産工学会の秋季シンポジウムの、ご案内が来ております。ウェブでご案内できるということなので、もし興味ある方は私なり連絡していただければ、はい、つなげますのでお願いいたします。あ、ご案内ありがとうございました。今日非常に参加できて有意義でした。改めましてありがとうございました。それでは失礼します、はい、よろしくお願いします。